徳島バス、徳島バス株式会社、徳島バス、A 商、徳島バス CO、LTD は、徳島県最大の路線バス、高速バス、貸切バス事業者である。徳島市に本社がある。1961年3月25日に、南海電気鉄道と資本提携してからは、同社の関連会社となり、同社の持分法適用会社を経て、2009年4月より、 正式に子会社となった。通称は特バス。本社は徳島県徳島市で岸本町一丁目25番地。日中戦争の最中に施行された陸運島制令により存在した県内の9つのバス事業者が統合して発足した徳島バス統合株式会社に橋を発する。1942年に徳島統合バス株式会社に 称称号号変更された後、1947 31年8月31日日に、に現在の称号となり、今日に至る一般路線バス部門は最盛期は県内にくまなく路線を展開し近隣の県へ向かう路線や徳島駅前から県南の無町まで 60km 以上を走破する路線なども存在した。しかしモータリゼーション化の影響で利用客が減少し、 慢性的な赤字経営が続いている。2010年2月の段階で、一般路線バス部門全体での赤字額は、年間、約2億円となっている。赤字の発生、拡大に伴って、会社全体の経営にも影響が出るようになってきた、ことから、しばしば路線の縮小、廃止を伴った、路線再編を行っている。また、旧サダ営業所については、グループ会社、 1963年に全額出資である四国交通4校に車両もと売却され、4校の定密営業所となった、現在は営業所もと廃止される一部路線は、鶴木町小ティバス2館。これらの再編の結果、現在一徳バス本体の一般路線バスの運行エリアは、北は香川県東香川市、翼山温泉まで、西は上板町、鍛冶屋、原、 吉野川市、川島まで、南は、勝浦町、大幕町、阿南市、立花西、長町、川口までとなっている。また近年では、一般路線バス部門の低迷とは、対照的に、高速バス部門などでは、比較的堅調な事業成績を上げている子から、高速バス部門等で上げた利益で、一般路線バス部門の赤字を補填し、事業を維持するという経営手法をとっている。 このように一般路線バス部門では基本的に他の地方ローカルバス会社と同様に苦しい経営事業規模の先細り傾向が続いている一方積極的な動きも見られる。例えば2008年10月1日に実施されたダイヤ改正において砂子内線の一部が隣接する神山町内まで乗り入れるよう改められ、 全国的な傾向から見ても珍しい路線延長が行われた。また、赤字、経営難にあえぐ公営バスの一部路線の引き継ぎ、受託運行も行うようになっている。ナルト市エリアで、競合関係にあったナルト市営バス、ナルト公園線、高島線の徳島バスへの一本化、ナルト市から補助により、ナルト駅前発区看病を運行や、後に、ナルト市営バス撤退による引き田線、 北パーク線、大麻線の運行、徳島市で競合関係にある、徳島市交通局、徳島市営バスの運行受託、小松島市営バス事業廃止による立江線、小松島立江線、和田島線、目、沢田島線、田浦線の異常運行はその一環である。また、2016年4月1日より、徳島市交通局の210円均一路線の市原、 島田一線を新たに委託運行を開始した。一般路線バスでは、他に、徳島空港発着の定期航空便ダイヤに合わせた、徳島空港連絡バス、空港リムジンバスを運行している。車両は、もともと路線車としての装備を備えた日の、セレガ、下、ギャラー掲載写真左より3枚目の他に、もともとは高速バス、関西空港行きリムジンバスとして使用していた。 三菱不走、エアロバス、高速車であったためトイレ付けや貸切車だったセレガを転用したものを当てている。一部の車両には徳島空港に乗り入れている航空会社2社、JALANA のラッピングが施されている。詳細は後日。高速バスは大ナルト橋開通後の1989年、東京行きの夜行バスがエディ号として運行されたのが最初である。当時は、 明石海峡大橋は未開通であり、また神戸淡路鳴門自動車道も鳴門インターチェンジツナ、一宮インターチェンジ間しか開通していなかったことから、当時のエディ号は、ツナ市宮インターチェンジまで高速道路を走行、大磯港まで一般道路を走行スマ港まで、淡路フェリーボト、現在は廃止にバスごと乗り込んで、明石海峡を横断若宮出入口より再び、 高速道路に入るという全国的にも珍しいルートを取る高速バスであった当時は淡路東和通り。また、徳島東京線と同時に、津波港、当時は津町、現在の淡路市域の淡路徳島線も津波港発着の共同規線へのアクセスとして開設された。現在は津波港発着の高速線がなく、同区間の離却が激減したため、徳バスは撤退している。 また、三宮、大阪行きの高速バスも当初は、淡路フェリーを利用するルートを通っていた。その後は高速道路整備の進捗、赤市海峡大橋の開通や高松自動車道の延伸などに伴って爆発的に運行本数が増え、主要各都市へと路線網を拡大していった。現在では、最盛期に比べると、学園都市線や奈良。 天理線など一部路線が廃止されているものの、東京、名古屋、特定日、運行、京都、梅田、南波、USJ、関西空港、三宮、高知、松山、高松、岡山、広島の各都市へ高速バスを運行している。これらの高速バスは原則として、徳島県外へ出た後は、目的地まで無停車で運行するが、東京線、名古屋線、 関西空港線、かつての平方、寝屋川線については、淡路島内にも停車し、乗客扱いを行う。中でも京阪神方面行きと、東京行きの高速バスは好調で、特バスのドル箱路線となっており、休日などは、増車便、続行便が出る場合がある。2台で運行する場合、2号車は1号車が、帝国通り発車した後に乗り場に入るため、1号車に、 比べて若干遅れての運行となる。また、行き先によって乗り場が違う場合もある。現在では、徳島東京線だけでなく、徳島バスが運行する高速バスの総称が、エディ号となっており、高速車にはすべて、エディ、エディの名の由来にもなっているナルトの渦潮をモチーフにし、絵が描かれている。一部の路線には、学割制度がある。東京行きは、特に、 ムーンライトエディとも呼ばれている。過去に ETC を大幅割引の影響で学園都市線が廃止、また奈良線は短期間で廃止。平方、寝屋川線も2016年3月限りで廃止されたが、それ以外の路線は各路線の運行開始後、本数等大きな変化なく、現在に至っている。京阪神方面において南波での情報は、 大阪市ケアターミナル、オキャットでは扱わず、全民南海南馬駅で行う、南馬経由の京阪神四国の高速バスでは唯一。なお、2019年3月16日のダイヤ改正において、麦線の阿南麦、天間の列車減便を行った JR 四国からの要請により、同日から京阪神発着路線のうち、室戸、生見、阿南大阪線の阿南駅間裏間、 JR 四国麦線の阿南阿間間と、朝海岸鉄道、阿東線の海府間の裏間に、相当に限り相互乗降可能となった。ただし JR 四国並びに、朝海岸鉄道の切符は、使用不可で、乗車時に区間を決めて、前払いで支払う形になる。四国県内を中心に運行する観光バス、貸切バス部門は、現在は、 大型車を中心に38台の車両を保有、運用し、徳島県内の事業者の中でも、随一の規模を誇る。なお、2台のエアロバス、移籍後も、特馬水路と、日のレインボー RR、観光色に変更を、四国交通に売却している。徳島バスのホームページによれば、一般路線バスの路線は行き先、経由地などによって分類されている。 最新の路線再編は2019年10月1日に行われている。徳島駅前のバスターミナルから出発し、鳴門市方面へ向かう路線であり、徳島駅発便については、最終目的地は小鳴門橋、小鳴門橋バスストップ、鳴門公園、鳴門内の海総合公園の3カ所が設定されている。徳島市内の女人橋、徳島大学前停留所、 徳島大学常三島キャンパス前を境に、県道三十九号線、旧国道十一号線に入り吉野川橋を渡って、進む、とと、吉野川大橋を渡りバイパス、現、国道十一号を進むルートの二つに大別される。二千十九年十月に新設された系統で、鳴門公園を発着、一部省鳴門橋 BSC、徳島阿波踊り空港、松主広島ランプから、 富士グラン北島、旧合泉線のルートを一部経由して、夢タウン徳島を発着る。ナルト線、特に、広島経由ルートと同様に、北島町を経由して、ナルト市、小ナルト橋 BS へ向かう路線であるが、松重町を通らないなど多くの違いがある。そのため、主要な経由地の一つである、立道停留所、立道、JR 四国ナルト線立道駅前の名前を取り、 縦道線と案内される。徳島駅前のバス乗り場では、鳴門線と同じ乗り場から出発する。徳島駅前のターミナルを出発すると、鳴門線のバスは、ターミナルすぐの交差点をすべて左折するのに対し、縦道線はここを右へ出て、元町を経由する。吉野本町交差点、吉野橋東詰めからは、吉野川橋、さらに大浜橋までは、 鳴門線路を門経由便と同ルートを通り、その後富士グラン北島を経由する。主要な経由地として案内されている北村団地などを経由しながら、鳴門と下山町へと入り、路線名にも取り入れられている竹道停留所へと向かい、以後は JR 鳴門線とほぼ並行するように進む。なる線の中開バイパス経由ルートとは、教会前停留所の次の、 木津村南停留所で合流する。なお、かつては、ルート途中の牛屋島、鳴門市大魔町行、徳島駅前行は、北村団地始発や岡崎海岸発着の系統や、上りのみ、元町を経由せず新町、東新町、西新町を経由する便も存在した。路線名の通り、徳島市の川内町を経由して、町重町方面へと向かう路線である。 下り便は、徳島駅前のターミナルを出発すると、上述の立道線と同様のルートで、四国大学側の四国大学前停留所までは、縦道線と同じルートを進むが、徳島自動車道の高架をくぐり、速道との交差点を越えた次の、江ノ木瀬、江ノ木瀬交差点で本路線は右折し、その後稼働橋、戸辺海峡として知られる加賀スの橋を渡り、町繁町内に入る。 松茂町に入った後は、広島バス停を越え、主要な経由地として案内されている、航空隊全停留所、海上自衛隊徳島教育航空群を経由、終点である、長原南停留所へと至る。かつては、広島ランプまで吉野川バイパスを経由する系統、広島バス停から左折して北西に位置するマルシュ、団地へ向かう、系統、航空隊止め便。 航空隊止め設定時は、長原南発着便は、航空隊を一部を、帰経由しなかった、広島バス停からそのまま北上し、中期来へ向かう系統も存在したが、いずれも廃止されている。また、現在の川内巡環線の予熱団地を経由して、広島まで向かう系統もあった。徳島駅前から、北島町の住宅団地の一つである。 北島グリーンタウンを経由して吉野川病院前へと向かう路線。そのルートは北島町の西大の浜停留所までは先日の立道線と全く同じルートをたどり北島町役場もよりの北島役場前停留所を経由する。なお、大麻線時代にはかつてグリーンタウン止めの便も存在した。途中の藍住町直道バス停までは不動経由と 富士グラン、住吉経由、九を門経由で、ルートが大きく異なる。富士グラン経由は、四国大学前までは、鳴門線広島経由と同じルートを取り、その後は、北島町役場付近から県道14号線を、北島町、藍住町を通り直道交差点へ向かう。不動経由は、元町から国道192号を精神し、 徳島大学薬学部前から県道1号線、不動地区を通り、途中夢タウン徳島を経由して、直道交差点へ向かう。直道で合流し、板の駅南から県道12号線を進む。ここからは、旧国鉄火事屋原線の実質的な代替路線となり火原へ向かうが、不動経由便の一部は、アスタムランド、徳島へ乗り入れる。なお、かつては、 九郎門経由便の一部に吉野川バイパスを経由するルートや直道止め便があったほか、伊野の駅南を通らず、直道から、さらに県道14号線を精神して、伊野町下小区を通り火事屋原へ向か、仮称経由便、一部は2019年10月に二条、鴨島線の停留所として復活も存在した。土・日、祝日には、火事屋源を使って、 夢タウン直行便を運行している。この場合は停車するバス停が、佐古一番町、増本中央病院大学病院前、中島電のみ停車する。それ以外は、夢タウンまで停車しない。このバスは、クローズドドアシステムを採用しており、夢タウン行きは途中下車ができない。逆に、徳島駅前行きは途中乗車ができない。2019年10月に新設された系統で、 住吉農協前付近までは、舵谷源線の藤倉前経由便と同じルートで、そこから、藍住役場前を経由し、ユタウン徳島を発着する。2019年10月に新設された系統で、石井中までは、鹿児島線などと同じルートを取り、藤倉石井から六条大橋を経由、ラカンから、舵谷源線のルートに交流し、舵谷原を発着する。放置する。 鴨島線とは異なり、ほぼ、吉野川の北岸を進む点に特徴がある。四国大学前までは、元町経由で運行し、その後は、生高学園前を通過する。夢タウン徳島を経由し、藍住町役場を通過して、県道十四号に入り、梶谷原線、住吉経由ルートを、直道交差点まで進みそのまま進して、板野町か小地区から、上板町内を通る。 阿波市吉野町に入り県道15号線を、阿波市役所吉野支市所を通り国道318号との交差点を南進し、阿波中央橋を通過して、鹿ノ島駅へ向かう。梶谷ヤ源泉不動経由便と同じルートを不動地区まで取り、その後分かれて、徳島式隊の上地区を通る不動経由と同じく梶谷ヤ源泉不動経由便の南島田バス停から分岐して、 徳島市南井上地区を2、被害経由に分かれる。途中徳島市、石井町との境に広がる竜王団地で両ルートは合流し、富士ん石井が終点となる。石井、経由名の浦町は石井町内、鹿児島方面域のメインルートである。途中鹿児島駅を経由する以外は終始国道192号を精神する。多くは、 徳島バス鴨島営業所、西尾江が終点となり、残りが吉野川市川島庁舎前まで向かう。石井駅付近までは鴨島線と道路トを取る。その後分かれて富士ん石井を通過し、石井町高原地区を経由、平島東、平島東バス停が終点となる。2016年4月の路線再編で、平島東西尾江間が廃止され、 浦城経由便に合流して、鹿児島中心部に向かう便が全廃された。2017年4月、鹿児島線、高原経由から名称変更。2019年10月、石井巡環線の廃止に伴い平日は増便となった。2019年時点で大別すると、徳島駅前から見た場合、以下の系統に分けられる。 三流と合流後、神山町中心部のより田舎を経由し、神山高校前、徳島県立城西高等学校神山分校まで運行。なお、神山方面に向かう便には、下記砂名郷地経由の砂名郷地線もある。徳島駅前を出て、すぐに両国橋へ向かう。下り両国橋大道、上り高野町、両国橋八百屋町。 国道498号に合流し、微山登山口、市原を通過して、その瀬橋を渡ると、亀井病院のロータリーに入る。その後、徳島市板黒線と分かれて、バスは一路砂子内ちへ。砂子内村役場のある周辺を過ぎ、その後新不能トンネルを通って、鬼籠ごや、おろのへ。おろのからは、神山線の既存ルート、名東延命経由便と同じで終点の、 神山高校前へと向かう。55号バイパス経由と分かれ県道120号に入りすぐに県庁前を通過して昭和町津田新浜へと向かう。勝浦浜橋を渡り、論電を通り、大原を過ぎると小松島市に入る。中田郵便局前のバス停からは県道17号に入り、中田新海の交差点を右折し、県道33号に入る。 日赤病院前を通過し、千歳橋を渡り、四国銀行小松島支店前の交差点を左折し、再び県道120号に入る。市役所前を過ぎ、君磯、赤石を通り、大林北の交差点で、国道55号を横切って、県道130号に入る。大林南と旧層の間で阿南市に入る。葉の浦新道を通過して、古城へと向かう。 その後、中川橋を渡り、阿南高校前、富岡西高校前を通過し、富岡へと向かう。中西のバス停を過ぎて、阿波立花駅前のバス停の間は、JR 麦線と並行して走る。国道55号を再び横切り、へさき先を通過、徳島バス立花営業所に到着する。バスは一路立花西まで向かう。立花の港を横に見ながらバスは、 進むと終点の立花西に至る。2016年4月の路線再編で55号バイパス経由は廃止。2016年4月より新設された路線。立花線、勝浦線のバイパス経由便を統合する。立花線の旧バイパス経由便のルートを基本とし、新たに日赤病院玄関前から南小松島駅を経由。南小松島駅は 下りのみ、終点を小松島下津江町の愛妻広場に新設し運行される。旧小松島市営バスのバイパス経由便の事実上の復活となる。また、異常路線以外での日赤病院玄関前への乗り入れは当路線が初めて出る。2018年4月のダイヤ改正で、県道120号に入り昭和町津谷井浜を経由する南小松島駅前系統が新設され、 R55 バイパス線から解消。徳島駅前から、日赤病院前を経て、長町、川口営業所に至る路線。川口営業所からは、徳島バス南部へ乗り継いで、日和佐駅、長町各地区へと向かうことができる。徳島駅から、勝浦町内を進み横瀬にし、または、際高みに至る路線。西、日な横瀬間は、 四国中央鉄道の計画線に沿う形となっている。かつてはさらに、上勝町を進み電や八十地まで運行していたが、これらは、上勝町 A バスに移管され、大爆上、または横瀬西で乗り換えとなる。徳島市内、松重町内から徳島空港を結ぶ路線であり、航空機の発着に合わせて運行される。そのため月ごとに、ダイヤが変更される。 航空機連絡のない徳島駅前駅の早朝便を除いて、クローズドドアシステムを採用している、徳島空港駅は、徳島空港まで下車できず、徳島駅前駅では、途中の停留所では乗車できない。徳島駅前、バスターミナルの2番乗り場から出発後、公園前から吉野川バイパスに入り特大前、吉野川大橋を渡って、川内町内の若宮、徳島自動車道、 徳島インターチェンジ付近、工業団地前、そして松茂町内に入り中ぎらい東、松茂体育館前を経て、徳島空港に至る。なお、徳島駅前駅は、蒸気以外に、松茂、徳島特特ターミナル、市民病院にも停車する。さらに、徳島駅前駅の初発便は、広島ランプにも停車する。標準の所要時間は28分である。 2011年10月1日に従来の徳島市バスの7系統、14系統を再編して新設された川内循環線の受託運行を開始したのを川切りに順次受託を受け運行している。2011年10月1日に実施された徳島市へのダイヤ改正に合わせて運行開始。徳島市交通局より委託された最初の路線である。 川内巡環線は、従来徳島市営が運行していた7系統、宮島線、吉野川大橋経由、富吉団地線と14系統、川内線、前川町経由川内支所線を再編する形で、新設された路線で、運行業務は、全線、全便通じて、特バスに、全面的に委託されている。本路線の開設にあたっては、同1箇所に設置されていながら、 徳島市営と徳スで名称が異なっていた停留所の名称統一が実施されたほか、10個の停留所が新設されるなど、コミュニティバス路線とての性格、色彩も与えられている。また、車両については、徳ス、徳島市営業者にとって初めてとなる、小型ノンステップバス、日野、ポンチョが3台、従来の徳ス、徳島市営の車体塗装とは異なる。 特別塗装をまとった本路線専用、専属のバスとして導入されている。なお、徳島市 A 時代に7系統の下記臨時系統として、運行されていた小松海水浴場への小松海岸線については、徳島バスが運行主体として引き続き運行が行われたが、2016年の運行を最後に現在は行われていない。17号線は、 従来徳島市交通局が運行していた路線のうち、2012年10月1日に徳島駅前を経由して、名東町の地蔵院、地蔵院前回天井停留所と上東町の徳島商業高校、正確には最寄りの商業校前停留所を結んでいた旧、5系統と同じく名東町の総図停留所と徳島駅前を結んでいた旧、 17系統の一部を統合して新設された路線である。地蔵院線、相図線ともに、下り、地蔵院行き、相図行きは、元町交差点を南下、国道438号、新町橋通りに入り、新町停留所を経由して、佐古方面に向かうのに対し、上り、商業高校前行き、徳島駅前行きは同一のルートを取らず、佐古大橋を渡り、 南出伊東町から徳島蘇合南側の元町停留所を経由して徳島駅前へと至る。地蔵院線は上下とも7時台から17時台まで、おおむね1時間に1本ペースでの運行となっているが、上りの12時台、14時台のように、時間帯によってはこのペースに当てはまらない部分もある。また、地蔵院線は、 地蔵院徳島駅前商業高校前というのが正式な路線形態であるが地蔵院から商業高校前まであるいは商業高校前から地蔵院までを走り通す便は少なく半数近くが徳島駅前止めとなっている。総図線も地蔵院線と同様におおむね1時間に1本ペースでの運行となっているが上りの10時台、11時台のように 時間帯によってはこのペースに当てはまらない部分もある。天の原災線は、従来の徳島市交通局の路線のうち、2012年10月1日に、徳島駅前、総図線と共に、9、17系統を構成していた、徳島駅前徳島刑務所前線は、を、分割、再編したものである。便数は、平日でも、上下六便、午前三便、午後三便。 土日祝日には4便、午前2便、午後2便と少ない。本路線も17号線に振り分けられた徳島駅前、総図線と同様に、下り、天野原西、刑務所前行きは新町停留所を経由して、佐古方面へと向かうのに対し、上り、徳島駅前行きは元町停留所を経由する。徳バスが2012年に受託した。 他の路線と重複する区間が多く、徳島駅前から悪意町一丁目停留所までは、地蔵院線と上悪意停留所までは、総図線と並走するほか、末端の一宮停留所から終点の刑務所前停留所までは、一宮線、後日と並走する。2012年10月1日に徳島市交通局より受託。2013年10月1日に、 徳島市交通局より自宅。2013年10月1日に徳島市交通局より自宅。2014年10月1日に徳島市交通局より自宅。委託後は渋谷から上六地南に終点が変わったので運行区間が延長された。2014年10月1日に徳島市交通局より自宅。委託されてから12系統の富田小学校。 触レアい健康換経由が追加された。2015年4月1日に徳島市交通局より自宅。委託後は0分30分の右回り左回りの徳島駅前同時発車がなくなった。2019年のダイヤ改正より徳島県立中央病院構内バス停経由のため平日のみで右回り左回りの同時発車が復活した。 2015年4月1日に徳島市交通局より受託。2015年4月1日に徳島市交通局より受託。2016年4月1日より受託開始。新たに資源発議便に国道55号バイパス経由便が新設され、初めて文化の森駅から徳島県立文化の森総合公園へ接続するバス路線が設定された。 2018年4月1日より受託開始。同時に文化の森系郵便を新設した。異常時に一部系統を再編している。上述の通り、徳島バスと各社が共同運行する徳島発着の高速バスは、エディ号の総称で呼ばれる。エディ、エディとは、渦の意味であり、ナルトの渦潮にちなむ。車両については、 かつては、椅子図製車両を導入していた時期、下系、ギャラリー写真のうち、左端もあったが、現在では、一般路線車、貸切車、高速路線車とも、長年にわたり、日野自動車、三菱不装トラックバスの2車から導入し続けている。車両更新については、他社局でしばしば見られるような中古車の導入による、置き換えは行っておらず、すべて申請での導入を続けていたが、 近年ではごく少数ではあるが、他社からの移籍者も存在する。一方で、四国交通をはじめとするグループ司会社各社との間では、特バス本社の車両を移籍させる等の措置が行われている。近年三菱中が他社の中古車両の導入や、鳴門市、徳島市、小松島市の路線以上に伴い近年導入されて、いなかった鈴、日産ディーゼル、現、 ドトラックスの転入が発生している。蒸気の法則により、H-154 は、日野製の、徳島ナンバーの154号車ということになる。一般路線車については、大型車両、日野、ブルーリボン及び三菱不装、エアロスターも少数を保有、運用しているものの、路線の需要、規模等の関係から、中型車が多数を占める。創設の項で前日したように、 近年は、日野、三菱不走の2社から新車を購入している関係で、中型車も、日野、レインボーレインボー2と、不走、エアロミディの車両で占められている。もともと中型車が多いこともあるが、近年はもっぱら中型車の導入が続いている。小型車については、グループ市会社の徳島バス南部や、徳島バス、阿南などでは、導入実績があるものの、徳バス本社では、 徳島市バスより運行を受託している、川内巡環線専用の日野、ポンチョ、大庭市線の一部で使用されている、日野、DSC を除き、導入、運用実績がない。乗降方式は当初、中乗り前折方式だった。途中、後乗り前折方式を経て、1989年から、高齢者の車内移動負担を軽減させる目的で、中乗り前折方式を復活させている。 バリアフリー対策にも取り組んでおり、ワンステップバスを導入し始めたのを皮切りに、2001年からは、ノンステップバス。当初は、日野、レインボー HR 及び三菱不走、エアロノステップミーを継続的に導入しており、ノンステップ車の導入開始後は、一般路線車の新車は基本的に全てノンステップ車となっている。ここ数年は、三菱不走からの新車導入が同車での、 中型モデル生産中止、現在は再開などによって途絶えており、二等ライトの日のレインボー2が連続して導入されている。塗装、カラーリングについては、かつては黄色、どちらかというとオード色に、近いをベースに、車体上部、主に全部行き先表示器の付近などに緑色、鮮やかな緑ではなく、快力に近いを廃止。 さらに青色のラインを入れた塗装が採用されていた、下系、ギャラリー写真の内左端3章。また車体左側面には、ハンドルをかたどり、その中に、英語社名、トカシマバス CO、LTD の頭文字である、TBC の3文字を配した車章が付けられていた。その後、塗装が変更され、現在では白色をベースに、青と赤のラインを入れた塗装が採用されている。 下系、ギャラリー写真左より2枚目。また、旧塗装時代には付けられていた車掌も見られなくなり、現在では、車体全面や、側面などに、車体で、徳島バスという英語社名表記がなされている。また、徳島市交通局から運行を受託している17号線、天根の減災線、市宮線の運用に入る車両については、 従来の特バスの車両との区別を容易にするため、特バスの現行塗装と同様に白色をベースに、しつつも現行塗装では、青と赤のラインが入っていた箇所に代わりに、黄緑色のカラーを配した塗装が施されている。また、徳島市交通局の車両とも塗装が異なることから、バスの前面などに、従来より、徳島市営バスで利用できていた乗車証、 高齢者や障害者向けの無料乗車証、定期券などが利用できる旨が掲示されており、利用者への周知が図られている。2015年4月現在、一般路線でのカラーリングは以下の通り、貸切車では、日野、セレガ系、セレガ、セレガール、三菱車などを所有している。日野車、セレガ、セレガール、新型セレガ、三菱車ともに多数所有している。 徳島バスの高速バス車両は担当制としており、各運転手には決められた1台がそれぞれ割り当てられている。エメラルドグリーンブルーを基調として、渦潮がデザインされたカラーリングは、同社初の夜行路線、東京線に、京浜急行電鉄、当時と共通で採用されたものである。その後、同社の高速路線専用カラーリングとして定着した、和田幸夫、 バス事業者訪問ナンバー52徳島バスバスラマインターナショナルナンバー55ポルト出版1999年楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。